母の日特別企画。あきらママありがとう。同じママの子なら考えること同じだよね。全員揃うまで終われません。解釈一致ゲーム。イエーイ。イエーイ。というわけで本日は、はい、というわけで本日はお集まりいただきありがとうございます。私たち5人はですね、同じあきらさんという方から生まれた VTuber でして、同じママの子なんでね、まあ、考えてることきっと一緒なんですよね。なんで、まあ、解釈一致ゲームしたら秒で終わるっしょというのを証明できたらなと思います。まずは自己紹介ということで私の方からさせていただきます。はい、せーのパッピー。今回企画進行させていただきます三ツ又ゆらんと申します。普段はアマンガースやマインクラフトになっております。まあ皆さんとね、少しだいぶ世代が違うのですが、年齢、意識もタメ口も全然 OK なのでね、ぜひお気軽に絡んでいただけたら絡んでいただけたらなと思います。じゃあ次の方お願いします。はい、闇魔法使いの14歳魔法少女のうゆなです。普段は FPS とかやってます。よろしくお願いします。お願いします。ゲンさんお願いします。はい、はい、どうも、原付歩行者です。普段はゲーム実況メインで活動してて、まあ、アモアススプラだったり、まあ、あとは流行りのゲームなんかをやってます。名前だけでも覚えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ゆるはちゃんお願いします。え、はい、やもちゆるはです。緊張してます。全然頭の中から自己紹介が出てきませんが、基本的に FPS とかゲーム系をやっております。特に最近は Apex にハマっているので、よかったらまた遊んでくれる方いましたら、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上です。お願いします。じゃあ井戸ちゃん最後ビシッとお願いします。プレッシャーかけるな。はい、ではこんにちは、新人 VTuber ブラックホールの化身ウツルメイドです。普段はいとゲーム実況を中心に活動しております。まあ主に任天堂とかのゲームが好きで、まあフォートナイトとかもたまにやっています。待ってくださいね。オッケー。飛んじゃった。飛んじゃった。間違えてんだ。あ、はい、今回はゆらんさんにお誘いいただいて、まあせっかくこういう機会を用意していただいたので、ちょっと皆さんの記憶に残れたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お、あ、これ答え言わないでね。銃を撃った時の効果音で言えば、いや、ちょっとふざけようと思ってふざけたくなっちゃった。どうしよう。はい、書き終わったら、上の右側、回答を送付を押してください。え？で？あ、青い画面来た。ちょっとわかんない。え？開きました。同じような感じでもちょっと。二択だよな。へぇ。いきます。揃いますように。バンバンバン、バキッバキッバキッ。あー、ごめんなさい。いやー、そっかー、やっぱそっちかー。いやー、まあ、なんかちょっとこれ個性かな。私の字小さくないですか？うん、全然いいよ。バンって小さいツがつくかどうかちょっと迷ったな。バキューンかバーンかな。そう、ハート打ち抜きに来てんのか。クリリンが考えたよ。何これ。あどっちだ。いや、ドラゴンボールほとんど知らないけど、ちょっと知ってるのは。え、全然わかんない。適当に打つわ。二択だかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、適当に行こう。もうネタに走る。私はこれは絶対揃わないで行こう。よっしゃ、これ行こう。何人の技って何があるんだ。何かあったっけ。いや、わかんない。私ごめん、ドラゴンボールうちに全巻あるんだけど、ちゃんと読んでないんだ。ボール、え、
6人も回答するわ。せーの、で、なんか、うなが、よかった、合ってた、合ってた、よかった。これ、なんて読むの？キエンザン。キエンザンです。ヨルちゃん、すごいね。キエンザン？うん。キエンザン、キエンザン、キエンザン、ツル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 、背負い投げ、背負い投げ。やばい、バンプーで。背負い投げ。誰でも使える。誰でも使える。ちょっと、だって背負い投げちゃった。ね、うなちゃん、わかんないよね。ちょっと背負い投げちょっと面白いな。太陽拳ってことですかね。あ、そうだ、太陽拳クリリンかやっぱり。うなちゃん一人でいいよ。あの二人答えが大変だから一人でいいよ。じゃ癖強の回答になるね一人。どれだか。SNS といえば。おお。おお。いや。SNS と SMS がわかんないからもういいや。SMS はショートメールだから。一人。いや、これは、ちょっと、プライドでこれですよ。あ、揃いましたね。いきます。せーので、ドン。XQXX。おー、よーし。おー。これは揃ってるでしょ。これは揃ってるでしょ。あ、これはいいでしょう。はい、やった。やった。まあ、そうでしょ。いやさすがに。ツイッターっすよね。さすがに。今、女性の人で最も勢いのあるグループといえば。グループ？え？この前はね、ジェネレーションギャップですよ。女性グループ？ね、ちょっと、わかんない。間違いではないと思うけど、絶対合わんだろうなっていう感じがあるな。そうそう、それプラス11月の2日あの2教科受けて11月の1教科なんですけど、受かったらね、あの歌ネタ出すよって言ってるんですけど、なんださっていう状態です。あの、なんで歌ネタ出すときはゆなちゃんに相談して、わーかたーって言ってます。ぜひ、いつでも今わからなかったです、これは。正解がわからなかった。あ、そうだ、正解モザイクかけないといけないかもしれない、私だけモザイク かけなきゃいけなくなったらみんなごめん。でも、噛んだのがこれだったから仕方ないな、正直。今勢いだったらこれだよ。気になる、逆にみんななんて僕のが気になるの。自信ある、ヨルちゃん。これで自信あんの、やばすぎる。強そう。5人がこれ書くと思えない、他の4人が。あ、僕です。めっちゃ迷ってる。マジでわかんない。え、ちょっと昔のやつさえ 何も浮かんでこない。正直 AKB あたりで止まってますよ、俺ら。ほんとこれか。いや、マジでひねり出した結果はこれですよ。いくよ、せーので、どう。はい、ホロライブ。自信あることしてもわかんないと。イコールサイクルミー出てこないわ。あー、まだホロライブです。あ、確かに。ホロライブ知らない。ホロライブ知らなかった。あ、ホロライブ賢いな。確かに。なる、聞き方が私わかんなくて。確かに。いや、なんかみんな字細くないですか。確かに、ホロライブ。本当だ。なんでこんな細く書けるの。いや、無理っすよ。これは無理。テーマパークだ。テーマ D は？あ、カリスポ。うわ。ああ。テーマパークって。テーマパークってテーマパークって。あ、間違えた。あ、大丈夫です。え？あ、違う。あえて更新しちゃいました。少々お待ちを。ムーブ位置に引っかからないように。やばったん、強靭ムーブ出ちゃう。強靭ムーブ出ちゃう。私ディア協力ないように。いや、こっちも合わせに行くならこうかなと思うけど。行きます、せーの、はい、はい、ディズニー卵が卵が落ちる。ええ分からん、間違えたんです。
シーランドの2択じゃないの。え、ジェットコースター。あ、そういうことね。あ、そういうことか。じゃなくて、卵って何？卵。夜ちゃんのとこにある卵ランドってあるもんね。めっちゃくちゃ。もう夜ちゃんちの近所に卵ランドあるもんね。東京卵ランド。卵って言ったらなんか特定されますか？テーマパークの中にあるものを定番だと思っちゃった。ああ、まあ確かに。解釈不一致。ああ、なるほどね。まあそれはもう、それならディ、ああ、ジェットコースターだよな、それなら。あ、同じくジェットコースターって書こうとして卵になりました。なんでだよ。いや、おもろすぎるでしょ。かわいい。あ、ありだと思いました。ああ、そっか、そっか。九州民なんで。あ、そうなんだ。私、愛知って全然出してます。で、次の問題。ブルン。ああ、わかった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 。孫悟空でしょ？ああ。これは私1個しかないのわかるよ。じゃあ1個しか知らない。私も1個しか知らない。ふざけようかな。え、こういうことじゃないの？こういうことだと思った。え、ちょっと字が汚すぎる。あ、大丈夫。みんな。え、悟空でしたよね。悟空、悟空。悟空ですよね。え、ちょっと待って。孫悟飯だったら分かんないよ。え、ご飯違うの？え、ちょっと待って。え、悟空これじゃないの？え、ちょっと待って。お、え、え、あれ、どう、大丈夫ですか？やばいかもしれない。先輩になったらごめん。え、いきます。ドン。では、ああ、よかった。ナイス。まあ、一番はこれですよね。よかった。ちょっと不安なとこある。ドラゴンボール通ってないからさ。よかった。いや、まあまあまあ。でも、いや、私たち11問中に。ドラゴンボール見ててよかった。これは。ピンクの服を着ている芸能人だよ。え、これ。あ、でもこれ。これ、これしか浮かばなかった。でも、さすがに、何人か浮かんだけど、これでしか揃わないと思うから、これにするっていう感じかな。うん、やっぱ一番最初に、あの人が、そう、強烈、ちょっと強烈。他の人がちらってよぎるけど、まあ。結局それに落ち着くかな、みたいな。こうでしょう。いや、これは合うと思うけど。名前が出なかった。どうしよう。いきます。ドン。いや、思いましたよ、まあ、それ。こっちか。あ、それ浮かんでつけたい。こっちか。ちょっと待って。これ、二人返ってきて、ペーとパー、二人だからね、これ。私でも僕は井戸さんと同じ思考回路だったと思います。あ、当たってた。当たってたけど、私ごめん。いや。ふざけて、うなって書こうとした。芸人絶対カスが浮かんで、ペーパー浮かんで、いやカスがだろっていう。カスが出なかった、ごめん。え、出なかった。そっか。と思って、我が手にやつで。かわいい。細か。これでまた、変なこと言ったら、ネタにされるんだって。当たり前よ。かわいそう。怯えてるじゃん。あ、そういうこと？大丈夫ですよ。東京に行こう。東京バナナとか出てくんのよ。あれそう。これ、揃わないこと、こんな揃わないことあるんだ。あ、でも、私は東京タワー、東京スカイツリー、東京ディズニーリゾートみたいな。あ、僕もそれですね。東って。東って。え、ちょっと、あ、今日の発表で見切れてるんですか、これ。あ、東京ってやつか。え、ディズニーランドって東京ディズニーランドっすよね。東京ディズニーランド。うん、まあ、ディズニーランドシー、スカイツリーの3択だったから。そう、ランドとシーは合わせてリゾートなので。あー、なるほどね。私、2分1にならないように、リゾートに。いや、そう、2分1避けるためのスカイツリーかなってちょっと思っちゃったな。そう、スカイツリーだったら割っちゃうと思ったな。東京タワーって書いたら、東京タワーって、はい。東京タワーはスカイツリーですよって言われたらいかんなと思って。今の豆といえば、豆？豆。
まあ、これじゃないのかな。3文字か、豆解釈割れそうだけど、これでいいと思う。これ以外が浮かばなかった。いきます、せーの、ドン。あずき豆しそ。あ、ね、豆しそ、豆しそ、豆しそ。ちょいぶっこんできますね。なんかちょうど3文字ってこれかなと思ったんです。豆しばって表記的に豆の方が感じなかったでしたっけ。皆さん、皆さん、ここ勝負するべきですよ。そうだよ、確かに。ストック不能すぎ。調味料で電話来れば。これもまた難しい。三択ぐらいだと思ってますよ、僕は。でも私はこれでいく。あ、な、いや。どうせ揃わねえし。え、これ揃う可能性全然あると思っちゃったの。あ、揃わないかな。でも一番最初に出てくるのはあれなんじゃないかな。せーの。え、いやいやいや、なになになに、え、怖い。何これ、何訳したのかなって。わかんない。スパイスですね。怖い。次いきます。メッセージ来た。おお。これね、昨日揃ったんで、唯一、唯一が揃ったこれ。わかりました。うん。え、なんか間違ってるかな。え、これじゃないのかな、さすがに。あ、いや、なんか抜け落ちてる気がする、すごい。え、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 ちょっと待って、ヨルちゃんの、ヨルちゃんと答え一致することになる。せーんでどう。ほら、これ、やったー。よかった、よかった、よかった、やった、やった、ナイス、よかった。結果分かった。家電メーカー、ちょっと待って、家電調べるわ。家電メーカーって今、ちょっとどれかな、ぐるっと見まして、どれかな。え、もうこれしかわかんないや。あ、でも、あ、私ダメだ。もともと家電じゃないけど、そういう電動器具売ることしてたから。ちょっと待って、いろいろ出てくる。ちょっと待って、やめてくれ、やめてくれ。あー、はいはいはい。でも実況者としてはあれなんじゃないかな。あー、実況者としては。これが一番メジャーなのかな。レジコパッて浮かんだのがこれ。あ、待って、家電メーカーって。いくよ、家電だよ、ドン。バラの記憶が出てきてた。あ、待って待った。スニーカー、トートーは。トートー、ちょっとどうなんだそれは。ちょっと待って、家電屋さんが出てたの。確かに山田席量販店ね。よし、じゃあ皆さん、はい、次の問題最後にするよ。次の問題最後でね。もう最後待ってくんないかな。最後に行きますよ。揃うといいな。これ、これ夜はおかしいですか。おかしいです。でも、ちょっと思ったから。あ、俺も。うわぁ、またほいっぽい。いやぁ、これもう、勝ちです、勝ちです。これ、これ私1個しかわかんない、ごめん。これも2択だと思ってるんだけど。ごめん、メジャーの方行って、私ちょっとごめん、1個しか分かんなかった。どっちがメジャーか分かんないんだよな。読んだことはないけど、あのセリフが有名なやつ。それみんな行くよ、みんな行けるよ。あきらママにいいとこ見せよ、最後。ママ見てくれるか分かんないけど。どっち行きたの。ちょっと待ってね。ママに見られた、この恥さらしって言われない。言われない、言われない。あの、自分の子たちが楽しそうでよかったわ、キャッキャで思われると思う。男性だけど。いきます、ドン。おぉ。ああ、そっか。あ、違う。いや、確かに。まあ、そうだ。なんなら僕、クローバス読んでたしな。なんで忘れてたんだ。ごめんね、私、これ出てこなかった。いや、そうね。いや、でも、いや、あの、本当は、うん、本当は、スラムダンクって言ってたけど、うん、自分の心に嘘はつけなかった。